買い物弱者の暮らしを支える豪雪地の移動販売人。6時間とかもっと。そうなんすか。雪に覆われた冬は想定外の事態が続出。全部道止まってるんですね今日。止まってます。時には大雪の中歩いてでもお客さんの元に向かいます。頑張ってください、はい、ありがとうございます。またね。雪降ってこんなんしたら笑われてもらうで。ありがとうな。一日も終わって話するだけやろうみたいなこと言われますけど、その裏にはね結構いろいろとありまして。雪国の移動販売人、トラブル相次ぐ真冬の奮闘を追跡しました。舞台は岐阜県飛騨市の山あいに位置する神岡町。特別豪雪地帯に指定されるこの町では、多くの家が重い積雪に備え、瓦ではなくトタン屋根、赤いトタン屋根のレトロな町並みが特徴ですが、冬になると一面が雪に覆われた銀世界に。お年寄りの方でもこうやって見学したりして一生懸命やられる方も多いですけど、もう65歳以上がかなりですからね。住民はおよそ7000人。その半数を65歳以上の高齢者が占める過疎の町です。毎度またお願いします。気をつけて。そんな町で買い物弱者の暮らしを支える移動販売人、坂本圭介さん39歳。みんなケイちゃんケイちゃんって呼んでるよ。ケイちゃんのおかげで食べとるの。ケイちゃんの愛称で親しまれる雪国の救世主。冬はトラブルが頻発します。歩きで行きます。突然移動販売車を降り歩き始めたケイちゃん。前方では雪道にはまり立ち往生した車が道を塞ぎ通れなくなっていたんです。ダメ、スタックしてます、戻ってください。すぐさま後続車に状況を伝えるケイちゃん。そのまま警察に通報し、ちょっと警察電話救助を依頼。もちろん手にはお客さんに届ける商品を持ったままです。上りで2台とも止まっちゃってて、車今誘導してるんですけど、知らない車が次々上がってきちゃって。冬場はこうした事態が日常茶飯事だといいます。雪の中歩いて常連客におでんを届けました。雪の降りでね、あんたに申し訳ないと思うの。とんでもないんですよ、雪国生まれ雪国育ちでね。雪降ってこんなんしたら笑われてもらうで。なあ、ありがとうな。この日は大雪警報が。怖い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 。もうあの先に私があるんで、あれだけを目指して。この時期は移動だけで神経をすり減らす毎日です。この町出身のケイちゃんは移動販売を続けて8年。今年8で8やで、早く誕生したで。こんな若いのに。一日も終わって話するだけやろうみたいなこと言われますけど、その裏にはね結構いろいろとありまして。その一日はまだ朝日の昇らない6時前から始まります。一人暮らしの高齢者に人気のお惣菜をケイちゃん自ら手作りしたら、休む間もなくトラックに商品を積んでいきます。中は綺麗なんですけど、外がこうやって、この辺で風邪ひくって言うんですけど。寒さによる変色を風邪をひくというそう。ごま油が完全に凍ってしまうほどの寒さ。この日は氷点下11度の中出発です。シシャモも骨ないね。移動販売は週に5日、
一人暮らしの高齢者が多い地域を中心に1日およそ40カ所を回っています。ここでいろんなもの買えるからありがたいなと思ってね、うん、だって車運転しないから、うん、なくてはならん人なくてはならん持ってくれいいってほらほら持ってくれなあ、とうとう持っててもらった。いつも配達してくれなるんで。心配の訳はこの大雪。高齢のお客さんを気遣い、商品は玄関先までお届け。どれだけ注意を払っても気を抜く暇はありません。ありがてえのこんなな、まさにこんな優しいしてくれる人どこ行ったっていないよ。安心して買い物をしてもらうためにも、また来週。行く先々で雪との戦い。でご年配の方なんで、なかなかね、やっぱ雪重たいからできないんで。ただ物を売るだけじゃないんです。歩いて、元気に歩いていたはずの人が杖ついて行くようになり、したら今度押し車みたいなのを押していくようになり、この町でも、ね、買い物に困る人がやっぱりいっぱいいるのかもしれない。地域貢献って言ったら言葉が大きいかもしれないですけど、育ててもらった町に何かお返しがあったいなみたいな、そういう思いでしたね。早朝6時から12時間、お客さんのため全力疾走のケイちゃん。自宅に帰れば2児のパパです。4つずつ入れた箱が6箱あります。こんな難しい計算するの。優しいお父さんです。妻のゆうさんは高齢者のため奮闘する夫を誇りに思っていると言います。朝早くて、夜遅くまで、やってって、ずっと忙しいですね。サポートできれば、いくらでも やります。実は、ケイちゃんの移動販売は、忙しさを増していました。以前は神岡町だけだった販売エリアを、隣町まで広げていたんです。そこには移動販売を待つお客さんだけではなく、ある人への強い思いがあったんです。本人はやり続けたかったのに、やめなきゃいけなかった。僕がやっぱり継がなきゃいけないなっていうのもあって。私たちが初めてケイちゃんを取材したのは4年前。当時一緒に奮闘していたのが、ケイちゃんの兄、ヨシさんでした。こんな感謝される商売ってあるんだなみたいな、ありがとうありがとうとかすごい言ってくれて。もともと東京でサラリーマンをしていたヨシさんは、ふるさとのため奮闘する弟の姿に刺激を受け、脱サラし、U ターン。これ美味しい。自らも移動販売を始めたんです。うん、温めて食べるだけ。こんなばあちゃんを大事にしてもらえる、ありがたいって言うな。ああ、そうなの。うん、大事にしてくれるよな、優しいもんだ。ヨシさんって何ですか、どんな存在ですか。友達やな。いや、うん、友達。友達かな、恋人かな。ケイちゃんとヨシさん2台で回る移動販売は、より大勢の買い物に不自由する高齢者の暮らしを支えていたんです。でも今この町にヨシさんの姿はありません。兄ちゃん元気で見える？あ、元気でしてます。そうかそう、いい人だったさ。お兄ちゃんが来てくれたの、一番初め具合悪くなったもんで、弟さんが来てくれなきゃ。実はヨシさんは脳梗塞で倒れ、2年前から名古屋でリハビリ生活を送っているんです。ただがむしゃらに働いてたんですけど、結果的に倒れてしまったので、
まあ戻りたくても戻れないという、やっぱ回ってくれてるのはやっぱり地域の皆さんを結果的には助けてるということにもつながると思うので、まあ、その辺はありがたいかなと思ってますね。この仕事を続けたかった兄吉さんの思いを背負い、これは味噌汁は兄が大切にしていたお客さんたちに不自由な思いをさせたくない。吉さんの常連客だった松永由紀子さん93歳。あの人たち見えんねやられん、何も喋ることない。以前は吉さんとの何気ない会話が何より楽しみだったという松永さん。今奥さんと名古屋で見えるの？うん、今奥さんと名古屋におるよ。あ、そう。散歩に行くよ。兄の吉さんがしていたようにちょっと長めにおしゃべりすることを心がけているそう。ほうれん草ある？あるよ。松永さん自分で何か料理作ったりするの？あんまりもうせん。たまにはする。煮物やら何やらする、うん、偉いな。ご飯炊いて味噌汁作って。おうおう、偉いね。嫌なことも言わんし楽しい人やよ。ケイちゃんは一生懸命地元のためにあれ不便なとこも行ったりして、あの偉いで買ってやれって。販売するエリアが広くなっても売り上げが増えるわけではないのが辛いところ。燃料代が上がる一方でお客さんは年々減っているといいます。今減って110ぐらいですかね。始めた頃は150ぐらいいましたね。施設入ったりとか入院されたりとかやっぱ減っていきますね。この日それでも買い物弱者を支えるケイちゃんの信念を目の当たりにすることになりました。6時間とかもっと。そうなんすか。遭遇したのは大型トレーラーとワンボックスカーの正面衝突事故。長時間の通行止めに巻き込まれたんです。これはどうしよっかな。なかなか初めてかもしれないですね、事故で。普段なら10分で行ける道も迂回すれば1時間半以上かかりそうです。するとケイちゃんはで多分1時間とか2時間ぐらい遅れると思います。うん、また後で行く。私のことは、うん、今日はうちにおるで、うん、でもいいよ。また後で行くで待っとってね。はい、はい。迷うことなく迂回路へ。いつものテンションで常連客のもとに向かいました。お待たせしてすいません、ありがとうございます。待っていただいて。2610円です。結果往復4時間かけても売り上げは普段より少なかったようです。あれ、じいちゃんの。それでもお客さんを自分でこう選んでるわけじゃないじゃないですか。こう信頼されてるっていうのがやっぱ肌で感じるし、物を売るっていうよりかは何かをね、お客さんに届けて自分ができる最大限のことを生きてる限りはしたいな。どうですか名古屋。ああ寒いよ。寒い。結構寒い。今も気持ちはお兄ちゃんと二人三脚で、けいちゃんはお客さんに笑顔を届けています。